はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。いや、めっちゃ足音すんねんけどさ、とりあえずここは多分安全な安室で、えー、バイを RE2 パート7、えー、始めていこうと思います。えー、っと、前回、あの、シェリーが、シェリーが落とした、 あのー、な、なんか、懐中時計ペンダントなんかあったやんかで、なんか調べられるかなって持ち物とか見てみてんけど、それはないっぽいんですよね。うちには見えへんけど、今クレアが持ってんのかなほんで、まあ、それを探す中で、 この友人からの手紙っていうのをちょっと発見したんですけど、クレアへ、第一に、手紙をありがとう。第二に、あんたに言いたいことは一つだけよ。バイクで一人旅ですってお兄さんに会うために絶対にやめなさいあんたがお兄さんを大切に思っているのは知ってるわ。一ヶ月も連絡が取れなくて不安になるのもわかる。でもね、あんたはまだ10代で、学生で、女の子。そしてこの国には変態とクズがうじゃうじゃいる。女の一人旅がどれだけ危険かわかるでしょ 手止めてもどうせ効かないんでしょいいわよ、分かってる。ならせめて、ラクーンシティに着いたら電話して。それから、あんたを心から心配してる友達がここにいるってことを忘れないでよね。あんたの親友よりっていう、めっちゃ、やっぱり、やっぱりそうやんな。クレアが結構無謀な、無謀な冒険というか旅に出てるのは、この親友も思ってんねやな。あ P.S. まだ続きあったお兄さん、クリス・レッドフィールドには妹に銃や格闘技を教え込んだことを死ぬほど反省してほしいわよね。あんたちょっと自信過剰よ。ああ、この、やっぱ自分も腕っぷしに自信があるっていう感じはクリアするんやあ。一般人のそれじゃないもんな、勇気とか、この格闘術もそうやし、割と銃も撃ち慣れてるもんな。そっか、クリスに、 クリスに割と教え込まれてるんや。ええー。いやほんでほんでよ。この足音する中今回から多分探索してかなあかんねんけどごめんな序盤にいっぱい喋って。えっと今の大目標としては電子部品を入手することで時計台に多分もう一つあるやろうっていうことでここに行きたいねんけどこの資料室。 もう、このハートの鍵で行ける。このトイレとかも調べた方がいいかな。あと、この美術室。まあ、ここの扉がどうなってるかわからへんけど、ここもなぁ。なんかちょっと、時計台に行く前に、調べきれてないところを、寄り道していきたいなっていうところですね。あー、どっから行こうか。え、あいつ追いかけ、ってくんのかな この足音は上の階からしてんのかそれとも同じフローからしてるもしかしてこの前にいたりする前にはとりあえず大丈夫そうえちょっちょっ待ってちょっと待ってなど,どうやって行こうかなここの扉いけるからこのハートの鍵で資料室の中に入ろうさささって行けるかなちゃんて大丈夫 あ、でもここさ、ここなんか天井にへばりついてるやつおるんやんな。ちょっと待って。ああ、やばい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 、大丈夫大丈夫待って、あれ今、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 アンブレラの人もいいひんかったあれ気のせい気のせい、ちょっと待って、ここ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 入って。はあ、ごめんな、ちょっと待って。あ、で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 ここ。よし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 。 明るいよ,るいよ工具こ工具棒状の工具あこれジャッキちゃうので大丈夫大丈夫あアンブレラの人入ってくる大丈夫かなちょっと待ってこの部屋この部屋もう少しんあちょっと待ってあ,あ待って何これあガンバウダーもらおうあちょちょあちょっと待ってここクラブの鍵あでもここグルッと回れるんちゃうここグルッと回れるんちゃうでもまだまだ探索中の色やで 回れるからちょっと助かるけどちょっと待ってちょっ,て待って大丈夫大丈夫,大丈夫だどこが調べきれてないえドアかドアかあごめんなごめんなカラ,メカラメラグルグルしてちょああちょっと待ってえ他何他どこ他何これこれこれを調べろってこと鍵鍵鍵がかかってるやんあええもう無理もうこれ以上は無理あぁちょっと待ってえっとはぁで でもな、えでも探索中のままなんめっちゃ気になるえ。まだこんな狭いのにでもマップにもなんか表示されへんの？こんな感じでさなんか落ちてるよって。ええっとあーどうする？どうする？どうしたらいいも？もう階段を登って2階に行ってガガガガガガって行ってリネイス目指そっか。そうしよう。出る。ごめんなごめんなすぐチェックする。ここすぐ右に出てあでも。 ここの一歩通行の道通った方が、あいつ、いや、もう、いや、そんなこと言ってられへんだ。すぐ右に曲がる。すぐ右に曲がる。ああ、やっとの待ってこ、こそうでしたね。あ、あ、避けられるクリア避けて。ああ、ここでだ,やだ あな,な、シャワー室を抜けて、シャワー室を抜けて。はあ、はあ、もう、と、あ、ちょ、え、あ、こっち、こっち、こっち。当てる、当てるよな、当てる、当てる、当てる。てるで、で、で、走り抜けろー、走り抜けろー。はー、はあ、もうここにも前は天井のやつおったけど。大丈夫。え、この強化火薬も一応もらってくもう。いや、四角い。何がおる。おるんか 呀吧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 呀 いやフーつってもなあ。はあ、はあ、え、もしかしてこれだけいや、そんなはずない。鍵わざわざ。わざわざ開けて。やばい、でも足音、足音する。あれあれポータブルセーブや。あ、セ,セーブじゃないセーフ、セーフ。これまたさ、これまた中にもしかしてあの予備機入ってたりするし、調べる。え、今こんなとこでちゃにやってる場合かついでにこれ調べとこう。 やっぱりジャッキハンドル。これで図書室のあれがなんかできるようになったな。いや、でもちょっと待って。あで今ちょっと結構テンパってんねん。どうするべきこれちょっと安全なところまで逃げ帰ってからゆっくりやりたいな。今もしかしたらあのアンブレラの人が、あのアンブレラの人がこっちに向かってるかもしれへんから、あ、でもリネン室もう探索完了になってる。 一旦ラウンジ逃げ込んで、そやな。一旦ラウンジ。もうすっと、すっと、大丈夫すっと、大丈夫はい、はい、はぁ、は、はい さあもしさセーブ、はあ、ちょっと待って <laughs> もしこれでこのあと死んだとしてセーブロードしたらさあのアンブレラあ,あの人アンブレラの人って呼んでるけどそうなんかな <laughs> あの人に近くから追いかけられてる状態でまた始まんのかなあーえっと <laughs> えっとあれ指導室に 手榴弾のマークついてるああれそんなんなったでもこの手榴弾取ったらアイテムなしに変わってくれるかなあれ資料室にいる時はそんなん出えへんかったやんくそまあせっかくメインホール来たからメインホールの2階からここ行ってちょっと美術室も行ってみるかちょっとあいつ今どこおるんあ来た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 とりあえず降りてきてもらおうか降りてきてもらって。 はいはいはい。あの人マジでなんなんあの人マジでなんなん帽子かぶってるやんか。普通ななんかもう理性飛んでってただの化け物やったら帽子なんて邪魔くせえってなんか振り払ってそうやんか。でもなんか帽子とかまああとコートもしっかり着込んでるしなんかそのあたりなんか理性ありそう風やねんな。ここやな。よし。行って。 あ、でもクレア、そうガ黄色コーションか。え、やばい。あ、さっき、アイテムボックスで、アイテムボックスで、回復取ってくるべきやった。あ、でも回復っぽい回復もないんやったっけはぁ、あ。で、あ、とりあえず、あれ、あれ取っとこう、あれ取っとこ組み合わせ。よし。で、で、とりあえず入る。あいつ、ここまで入ってくるかなと、大丈夫かほんで、あ、あ、この、 この像こ、この、ああやばいかもしれん。くるっやばいこれさ、歩き回ってたら場所バレるけど、一応じっとしてたら、あっちも、なんか情報なくてうろうろするだけで終わるとかあんのかなよしまあ、あとりあえずすぐ入ってくる気配はしひんから調べるか。 赤い本か、でも。ああ、なんか組み合わせる。とりあえず腕はなんかそこに落ちてそうやん。これ外歩こう。足音立てへんよ。石膏像の左腕。これはすぐさ、すぐさ、この人にはめてあげたらええんやろうん。あと赤い本や、赤い本。そっか、持ってこなあかんな。 今安全っぽいから、ちょっとこれもやっちゃおう。あ、できた。割と簡単に開いたぞ。よし。で、中にはあ、やっぱり予備機。あ、これで、ここか。ここのやつが全部開けられるんちゃうかサイドパックももらえるし、ガンパウダー。うん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 。じゃ、ここも行きたい。あ、でもまだ美術室、 探索中の色か、この検定像がここにあるからか。ちょっと静かに歩いて静かに歩いて静かに静かに歩くことに意味がある。あるんかよくわからへんけど、ドタドタするよりかはいいよな。ちょっとえでも大丈夫やんな。大丈夫やんな。他に何か落ちてる？廊下とか歩いてる時もゆっくり歩いたら意味あったりするかな。あ。ああ、なんか色々あるやん。 これ何カードカードウェポンロッカーえウェ、ウェポンロッカーキーカード何な、なに、なにどこが開けれるやつ調べる。武器持ち出し許可証。武器持ち出し許可証え、どこで使うやつや武器持ち出し武器庫武器庫 え、でもここはなんか PC 云々やったもんな。あれあえ、これあ、なんかここのロッカーなんかカード刺すっぽいのやったっけなんかそんな気してきたぞ。あますます備品保管庫行かな。で、これは読み物かな <laughs> ごめんなあ。なんかそろっと歩くから遅い。え、アートコラム。奇妙な赤石。え、国体石を取り込みしたルビー。 ナイルの女王が飲み干した真珠、王妃を革命の断頭台に導いたダイヤ宝石にまつわる魅力的な伝説は埋挙に糸まがない。この奇妙な赤い、赤石石石石は差し詰め、彼らの輝かしい末紙であるほう。来歴はこの種の宝物にありがちではあるが、はっきりしない。ある時代では貴婦人の宝石箱を飾り、宝石箱はあ。またある時代では、 賢明な王に剣じられ、剣剣られたとも伝えられている。この秋、長く伝説の霧の中に身を潜めていた石、石、石石石石石石がオークションにお目見えする。興奮しきりの構図化も多いことだろう。だが、聡明な読者書氏に置かれては <laughs>、かはことになっちゃう <laughs>。心してほしい。美と魔性は比例する。 神を慈しみ書を好んだエグな君主が、うんうん、ん <laughs> うこの石石に魅了されガリカカリギュラもおののく暴君となり果てたそんな逸話も残っているのだからとはいえこんな忠告は無意味だろう血をまとうからこそ宝石の輝きは人々の胸を騒がせるものだえこれは赤い石なんかあの あの像が持ってる、さあ、あの杖、杖に、杖に宝石、はまってるやん。え、その、宝石がさ、いつぞやく手に入れた宝石箱にはまりそうじゃないえ、この杖を、この人に本持たせたら杖落とすんかなえ、そういうことそういうことなのかで、 あ、まあ、まだ探索中になってるけど、今撮れるのはもうないかなあとはあの石像が持ってるあの赤い石かあれを手に、あ、やばいやばい、足音立ててる。いやばいやばい。今のカツンカツンっていうちょっとした足音も聞かれたかなあーまあ、とりあえずはメインホールに戻って、セーブをしたいですね。今なら大丈夫か きらきら大丈夫そう。 グる。入ってくるなら…グ…はいらっしゃったわ…いらっしゃったわちょっと待って…あここぐるっと回れへんのやんあちょっとあこ、はいえあああよよよあよよよあかんゆっくり ゾンビ普通のゾンビあったら倒しながらいやでも弾の数もそんなにないねんなリッカーリッカー凶暴なクリーチャーえ、リッカーってってか今これどれ今これ何もう足音するよ今今今今このこれ 持ち物的にはあカードキーとかないから美術室に行くべきなんやな。あちょっと待って一回美術室行くわ。